札幌競馬場、本日の第9レースの発走です。スタートしました。白北スピナー、好スタート。シゲルサマー、ちょっとタイミングが合いません。白北スピナー、この辺りも前へ行きます。白北スピナー、前手を取りました。トモエカマー、そのうちに続いています。キュートスキュータイル、それに続いています。並んで8番ドラゴンポーロ、内からはティアコスタテュート、その後ろからはシゲルサマー、すぐ後ろにマイネルスウィフト、その隣にバチアーカフェ、内からはアグネスビルジット。この辺りで先頭が変わりました。トモエカマー、ここで先頭が入れ替わりました。キュートスキュータイル、トモエカマー2番手に控えました。3番手にズツーミヨークキック、絶好の手応え。さあズツーミヨークキック、このまま逃げ切れるかどうか。ズツーミヨークキック、先頭リードは3馬身以上、その差が広がります。2番手はファイトサスピシャス、完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はファイトサスピシャス、これは桁外れの強さだ。ズツーミヨークキック、
中山競馬場、本日のメインレースの発走です。スタートしました。ブルーアトラス、コースタート、チェロキーターグズ。この馬もコースタートを切りました。ダッシュよく飛び出して、チェロキーターグズ、鼻に立ちます。その後ろからは、ブルーアトラス。この馬も上がっていく構えです。さらには、ソロデエクセラー、漆黒の馬体、サンズサルス。その後ろ、先手を取ったのは、ブルーアトラス、インデュライン。すぐ後ろ、その後ろからは、オートリフロート。その外に、リズムアルファー。これに続いて、ミオノコード、ミナスサンダー、いい位置です。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。すぐ後ろにデイライトタームズ、その外からマイネルフェロー、オレンジの帽子エルソート、その後ろすぐ後ろにカルストンガオバ、その隣にオンリーフリマー、アンガールコンゴ、そのうちに続いています。さらには東海コアラ、内からはベローブフェンス。 1000m を通過しました。少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。しんがりから丸よスピーチ、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。5番ブルーアトラス、依然として先頭、すぐ後ろにソロデエクセラー。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然としてブルーアトラス、ソロデエクセラー、ほとんど差がありません。大外からピンクの帽子ミナスサンダー、伸びてきた。後続も追い上げていきます。さあ先頭はミナスサンダー、さあいよいよ直線の攻防。ミナスサンダー先頭、あと 200m、 後続を大きく引き離しました。2番手はインデュライン、後続は大きく離れた。ミナスサンダー独走、ミナスサンダーぶっちぎりです。2着はインデュライン、これが G1 馬だ。ミナスサンダー、thank you.
中山競馬場、本日のメインレースの発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。まずは先行争い、何が行くでしょうか。キャラモース前に行きそうです。インタインゴッド、それに続いています。さらにはオーバーアマゾン、栗色の馬体、リオススパーブ、その後ろキャラモース先手を取りました。その後ろからはタングルブラッシュ、並んで10番オアシスウィンド、すぐ後ろに名称エンジン、その隣にスイングビゴーン、ホットマーチング、この馬もこのグループチャペルエピグラム上がっていきました。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。青の帽子ジナードターンズ、その後ろ、その横にタヒチドリーム、これに続いてオートリチューン、並んで9番セレクトビダー、すぐ隣にマリシャスバルダ、内からはウェーブウェーブ、ベルズリー、それに続きます。 1000m を通過、ややスローペースといったところか。これが後方の馬にどう影響するでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。1番人気のミナスサンダー、現在最後方です。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から、一気に先頭に立ちました。13番インタインゴッド、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ13番インタインゴッド、キャラモースほとんど差がありません。オーバーアマゾン3番手ミナスサンダー、まだ来ない。後続も追い上げていきます。さあ先頭はインタインゴッド、インタインゴッド先頭、ミナスサンダー先頭、引き離しにかかる。あと 200m、 後続は大きく離れました。2番手はチャペルエピグラム、ミナスサンダー独走、ミナスサンダーぶっちぎりです。2着はチャペルエピグラム、3着に名称レンジ、これが G1 馬だ、ミナスサンダー。電撃戦を目撃せよ、 G1 ホース、黒い戦士。
行きましょう。
Thank you.